足がピーンってなってるんですよね。これね、自分のアニメではあんまやらないことなんですけども、雫がですね、もう本当に最後の方です。初めて書いた小説を地球堂のじいさんに見せて恥ずかしがるシーンですね。これ素晴らしいよって言ったんですけど、そんなんダメです。私恥ずかしい恥ずかしいってめちゃくちゃ恥ずかしい。で、その恥ずかしいものを見せた後、体が冷えてしまったので二人で鍋焼きうどんを食べるシーンがあるんですけども、まあ、ぶっちゃけめちゃくちゃエロいんですよ、このシーンが。っていうのは、裸を見られるより恥ずかしいものを生まれて初めて宮崎駿の分身のようなじいさんに見せるわけですよね。で、その後ですね、男女の営みの後のような、なんかこう火の前で鍋焼きうどんをすするというシーンがですね、これね、なんか、このシーンだけがこのアニメの中でちょっとめちゃくちゃエロい匂いをしてですね、ああ、なんかここで、なんか宮崎駿ちょっと出しちゃったなというふうに思ったんですけども、この手のですね、エロのなんか自然な出し方がめちゃくちゃうまいんですね。風の谷のナウシカの中でもですね、アスペルって叫ぶときにですね、胸をブルンブルン揺らすというシーンをですね、庵野秀明が指摘してます。この胸の揺れっていうのはなかなか素晴らしいというふうに庵野秀明オーディオコメンタリーで言っててですね、胸を揺らすっていうのをアニメの世界で最初にやったのは宮崎駿じゃないかと私は思うというふうに言ってるんですね。それが具体的に説明するとこのシーンなんですけど、アスペルって叫ぶシーンで、心配してアスペルって叫ぶときに、体を反り返したときにおっぱいが顎の上まで上がってきてですね、それをですね、もう一回顔下に下げることによって顔の位置より上におっぱいが来てですね、で、もう一回下がるというですね、胸がこう、うわーっと揺れるところをやるんですけども、多分これ、普通に金曜ロードショーでテレビ見て誰もエロいと思わないんですね。ごく自然にナウシカが心配してるシーンだと思うんですけども、こういうことを大喜びでやってですね、現場ではエロいエロいと大騒ぎだったそうですね。なんか、こういうことを宮崎駿はやると。で、その他にもですね、これ片山さんが指摘してるんですけども、ペジテのですね、船の輪からナウシカがですね、メーベで飛び出す。で、この後こういうふうに飛んでいくシーンがあるんですけどもですね、片山さんが証言してるんですけど、このシーンを書きながら宮崎駿は、こんなところで大股を広げて飛んでいるなんて、はしたないって言いながら、うっしーしーって笑いながらこう書いてたそうなんですね。で、庵野秀明がですね、まあ親父だからっていうふうになだめるとですね、なんてはしたない娘なんだって言いながら書いてるんだよって言うと、しょうがない親父だな、とほほっていうのが、オーディオコメンタリーにちゃんと入ってますからですね、確認してもらったらわかるんですけども、こういうですね、シーンっていうのも、なんだろう、緊迫してるシーンで、見てる人間は緊迫してそれどころでないと。どちらかというと、このシーンがエッチに見えたら自分が悪いと思ってしまう。このシーンも同じですね。このシーンがエッチに見えたら自分が悪いと思ってしまう。このシーンも同じですね。このシーンがエッチに見えたら自分が悪いと思ってしまう。こういう形でエロを出すのが大好きな。うっしーしーって言って書くおじさんなんですけども。まあ、この辺のですね、その宮崎駿の爪痕が、まあ割と耳を澄ませばの中に残ってるところがこう面白いですね。ただですね、ここは明らかに宮崎アニメとではない、これなんか違うなっていうシーンがあってですね、僕これそうだと思うんですけど、もう本当にラストのラストシーンです。耳を澄ませばでですね、しずく好きだーって言って抱きつくシーンがあるんですけど、この足の角度ですね。足がピーンってなってるんですよね。足ピーンはないんじゃないかって思うんですけどもですね。みんなしずく好きだっていうセリフの唐突さに引っ張られるんですけども、何よりこのシーンがですね、何かちょっとおかしいのはですね、この足ピーンのせいじゃないかと、こういうですね、ちょっとこの不思議なシーンがあるのがですね、耳を澄ませばに僕が乗り切れない理由でもあります。まあ、片山さんがその後ですね、もうオーディオコメンタリーとかで関係ないことを喋り出してですね、巨神兵が復活する前に、クシャナが復活するシーンがあったの知ってるかって言うと、安野くんが、いや、知らないって答えるんですね。クシャナが一遍城に取って返して復活させると。つまり、溶液みたい、溶水みたいな液体の中に入って、クシャナの傷を治して復活させるシーンで、人工子宮がバカッと割れて、中の溶水がクシャナにかかって、クシャナが血まみれになって溶水の中から出てくるって。要するに母親が子供を産むような感じで、真っ赤な
血みたいな様子にまみれてクシャナが出てくるっていうカットシーンがあったんだけども、そこもなんかもう時間がないって言ってバン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 カットされた。だからそういうなんか緊迫感のあるシーンの中で残酷描写とかエロ描写を入れるのが本当に宮崎駿の真骨頂だったんですけども、ドラマ内に必然性のあるシーンとして入れ込んでるんでバレにくいんですね。最後まで見てくれて本当にありがとう。チャンネル登録してくれたらもっと嬉しいな。